はい。ルビル放送局、今日のアウトプット、まこねーです。今日も一緒に私と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。えっと、第6章、会社とリバウンドの基礎知識について今日も、えっと、勉強していきます。このポッドキャストはですね、日本ダイエット健康協会の公認ストラクターを目指せるまこねーが、普段使っているテキストをもとに、皆さんと一緒に今まで、ま、 今まで勉強してきた内容をアウトプットして自分のためにも皆さんのためにもお互いにウィンウィンになるようなダイエットの勉強を進めているものです。で、このテキストはですね、各章ごとに各項目があって、その項目の中に各一問ずつ、えー、といろんな問題が出ています。丸×形式のね。 で、私はイエス・ノーに変えてるんですけども、まあその問題を解きながら内容を学んでいくという内容になっています。では早速今日の問題をやっていきましょう。今日の問題はこちら。基礎体謝が最も活発な季節は暑い夏の汗が出る夏である。<laughs> 変な風に読んじゃったね。基礎代謝が最も活発な季節は暑くて汗が出る夏である。まあ、イエスかノーか。さあ、どちらでしょう。これはね、よくあの、皆さん間違ってる,る方がいっぱいいらっしゃいます。なので、私もあの、ダイエットしてるんだっていうと、あ、これから夏だからダイエットにちょうどいいわね、なんて言われますけど、本当にそうなんでしょうかね。さあ、早速今日のテーマから見ていきましょう。今日のテーマ、は基礎代謝の 季節変動。季節によって基礎代謝はどうなっていくんでしょう。まず最初に基礎代謝について確認しましょう。えっと、昨日ね、基礎代謝について学んだんですが、まあ、基礎代謝をね、正確に表現すれば、空腹時、確保、食後12時から15時間経過後に20度の室温で静かに横になり、目で目覚めている状態のエネルギー代謝となります。つまり、 基礎代謝は身体活動と全然関係ない。だから寒かろうが暑かろうが、あの20度の室温の中で静かに,横になっている代謝量なので、えっと、周りの気温は全然関係ないです。なので、夏でも冬でも基礎代謝には全く影響がございません。では、人間はもちろん高温動物です。高温動物の場合の夏はどうなってるかというのを見ていきましょう。 高温動物とかね、平温動物って、まあ、大昔理科で習ったような感じしますが、覚えてますかねえっ、ー、と、高温動物って常に体温を一定に保とうとする動物のことを言います。逆に平温動物は、あの、体温がね、あのー、前の気温によって大きく変動する動物を言います。まあ、あの、高温動物で身近なところで言うと、猫ちゃんとかワンちゃんですよね。で、平温動物といえば、カエルさんとかヘビさんとか、 そう、あまりあのあのばったり会いたくないんですよ私はヘビさんもカエルさんもニョロニョロ系ニャー <laughs> やだニャーみたいな感じなので。 はい、私ねヘビとかあのカエルとかあの昆虫とか食べることは食べるんですけどね料理してあれば平気で食べれるんですけど目の前にいて触れって言われたら嫌なんですよね <laughs> まあそんなあれっきり話はちょっとずれましたが日本はあ日本ではなく人間は高温動物です高温動物の夏はですねそう夏は外気温が高く体温を保つために熱を発散する必要がないわけです ほら寒くないから熱を作る必要がない。そう。なので基礎代謝は低いんです。はい。逆に冬の場合はというと、冬の場合はですね、えっ、ー、と、逆に体温を保持するために一生懸命熱を作らなきゃいけないわけなんですよ。なので逆に冬の方が基礎代謝は高くなります。まとめてみると。 まあ人間の場合、なくて、高温動物の場合ですけどね。<laughs> はい。まあ夏は基礎代謝が低く、冬は基礎代謝が高くなる。はい。まあ一般的にっていうか私の周りのね、あの、友達は夏の方が、あの、基礎代謝が高いと汗かくからって思ってるんですが、まあね。<laughs> 本当はこういうことになってます。ただし、この基礎代謝。 まあ、若干変化はしますが、季節変動ほどではないにしろ、えー、っと、基礎代謝はですね、人種、性別、体系、環境、基本、生活、活動量によって結構異なりますで。さらに同じ人でもね、生活状況、食事内容、季節、精神状態によっても違います。まあ、なのでね、うんと、なかなか、あの、うんと、 いつの季節がダイエットしやすいかって言ったら、まあちょっと分かりづらい。人によっても全然違うんですが、まあ日本の場合はね、特に私が住む新潟県長岡市は、まあ夏はね、ほんと蒸し暑い。うん、蒸し暑い。風もあまりないし、そう。で、冬は逆にものすごい雪だらけ。だ <laughs> か私のね、あの、中学校の時の、あの、恩師の、 理解ですね。社会の先生曰く、あの、新潟県は、世界屈指の住みづらい地域だって言ってましたよ。<laughs> そう。まあ、あの、もっと住みづらい地域ありましたけどね。<laughs> はい。あと、そんなわけで、えっ、ー、と、今日の問題を振り返っていきましょう。今日の問題は、基礎代謝が最も活発な季節は、暑くて汗が出る夏である、丸か×か、イエスかノーか。 これは脳ですね。人間は高温動物であり、外気温が低い冬には体温を保持するために体内のエネルギーを、を代謝を活発にする。です。<laughs> なのでね、あの、うん、と夏だからね、やっぱ体重、あの、うん、とダイエットにいい季節だよねっていう方は、あまあ、そうですねってに、似合って笑いながら、そう。 知らないんだなっていう顔してればいいと思います。<laughs> そんなわけで今日の問題はバスということで。はい。じゃあ明日の問題を見ていきましょう。明日はいよいよリバウンドの基礎1をテーマにセットポイントの話になりますね。まあ、これセットポイントはすごく重要なお話です。はい。えっと、問題としては友達の結婚式でまであと1週間。いい機会だから何が何でも5キロ痩せよう。これって本当にいい機会 はてな、みたいな感じです。はい。まあ、一週間で5キロ。うん。まあ、この、もうこの問題ね、どれくらいの体重の人かっていうふうに設定されてないですけども、まあ、100キロ超えてる私が1ヶ月で5キロっていうのが、まあ、目安なので、まあ、一週間に5キロって、ま、あま、あそれだけでもうむちゃくちゃですよね。そう。まあ、これ、友達の結婚式で、まあ、話しぶりからして女性だと思うから、まあ、ほ、うんと、 ね、重くてもね6 0キロぐらいの人が 5kg 落とすっちゃ1週間で5キロってはまあなか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 どうやれば落ちるんだみたいな感じですね。<laughs> まあ最近 YouTube とかいろんなあの広告にまああのうんとかいあの「飲むだけダイエット」結構出てますけどねそうどうなんですかねうんまあ私の体で試してみろと言われるような気もしますがそうどうしよう。 あの、試してみたら、試してみたのを聞いてみたいわって方がいらっしゃったら、コメントに試せと。<laughs> 試せそう。試してくれと。試してちょうだいと書いていただければ、もしかしたら試してみるかもしれません。<laughs> そういうの試すの好きですからね。はい。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、明日から、えっ、ー、と、リバウンドの基礎。1、2、3回。3日によって、3日にわたって、大、リバウンドをお話ししていきます。ぜひご期待ください。 ま、最後になりましたが、アウトプットの重要性をちょっとお話しさせてください。ええー、とね、あの、アウトプット。まあ、あの、吸収したものを発散するというか、人に伝えるというような内容なんですが、やっぱりね、あの、新しいことを学んだことをしっかり自分の中で定着させるのは、自分で実際に実行してみる、そして実際に自分で言ってみる、人に教えてみるっていうのが一番確実です。 はい。私はね、あの、実はアウトプット大好きで、<laughs> ちょっとね、あの、勉強したことを、あの、すぐ人に、あの、偉そうに講義したいタイプなんですよ。<laughs> そう。今はね、そういう仕事は一切やってないんですが、まあ、その、私の発散も含めて、このアウトプット、のシリーズ、楽しみに、楽しみながらやっています。そんなわけで、えっと、今日も終わりの時間に近づいていきました。 今日のアウトプットはですね、全員100回シーで、ついに28回まで来ました。えっとね、最近はちょっと、えっと、お尻がね、決まってるんですというのは、あの、7月3日に私はあの、このダイエット検定の、日本ダイエット健康協会のダイエットの検定を受けるんです。一級を。で、一級は、まあ、以前に受けておった経験があり、まあ、ほんと一級の難しさを身に、 すすごい身に感じてるんですそ,う、まあ、そこでまあ1級2級含めて全部アウトプットした上でしっかりした体制を勉強して、えー、と臨もうと思うんですが、まあ、7月3日までっていうと,、えー、となかなかハードスケジュールなんですだから1日も休むことができないで現在はあの制作ね1日で2つずつ制作して、えー、と皆さんにあの空き穴がなく発信できるように準備してます まあ、そんなわけですね月。7月3日がテストなので、四月3日までに全部で100、そう、100、100、現在28、あと1、2、3倍、3倍強の、えっと、テキストをやっていきます。そんなわけですね。えっと、明日も、明後日も、その次も、また楽しみにお話を聞いていただければ、私のダイエット、私と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。マコーネでした。 またね。バイバイ。また明日。